キンプリ・ナガセレン・タカバシヤマの二人体制発イベント、5人で歩んできた歴史も背負う、3番人未了未了。キング・ピンンスが2日、東京割焼ア,アリーナで、グループ初のファンミーティング、キング・ピンンスと打ち合わせを開催しました。5月22日をもって平野市二26、岸優太二27、神宮寺ユ太タ25が脱退し、ナガセレン24、 高橋海人24の二人体制で初めてのイベントとなりました。このイベントは昼夜に公演で行われ、総勢3万人のファンを魅了し、再スタートのダッシュを決めました。長瀬が、キング・アンド・グストから、と言うと、高橋が、打ち合わせから、と続けました。二人で、宝島からルヨから、と声を揃えながら登場すると、大歓声が沸き起こりました。 二人体制初シングル、何者を熱唱しました。昨年10月以来のライブステージに、高橋は笑顔で、元気でしたかと、尋ね永瀬は今日は暑さを吹き飛ばしましょう。とアピールしました。客席には涙を流すファンもいました。彼らはファンとの交流ゲームである、借り物競争にも挑戦しました。 二人は客席の通路を自由自在に駆け回り、時には最上み会の四階席まで足を伸ばしてファンを沸かせました。高橋はこんなに近くに行けることはなかなかないから最高だったよ、と喜びました。彼らは昨年4月にリリースしたラブユーも披露し大きな歓声を浴びました。また、 五人体制時代の楽曲も披露し、長瀬は形は二人になりましたけれども、五人の時と気持ちは何も変わっていないんです。だから、五人で歩んできた歴史も背負いながら活動していくつもりです。だから、やらない理由はありません、と説明しました。何者は発売初週で543万枚折り込ん調べを売り上げるなど大ヒットとなりました。 長瀬は、もちろん僕ら二人のファンはもちろんのこと、塩さんや神、神宮寺さん、岸さんのファンの方々、そして他にも応援してくださっている方々にも、たくさん手に取っていただいたことを実感しました。本当に感謝です、と伝えました。さらに、8月16日に二人体制発のアルバム、 ピースをリリースし、同27日からは二人体制発の全国ツアーもスタートすることを発表しました。長瀬は恩返しできるようなライブにしたいです。何年経っても目の前の人たちを大切にするという気持ちは変わらず、ゆっくりと自分たちらしく歩んで、キング・アンピスという二人の歴史を綴っていきたいと思います。と誓いました。 高橋も僕たちに関わってくれる皆さんを一秒でも長く幸せにしたいという気持ちで頑張りたいですと意気込みました。このイベントでは観客の声を出す制限も解除され直接質問に答える場面もありました。高橋は若林から という歓声を受け日本テレビ系主演ドラマ、だが情熱はあるで演じたオードリーの若林正康さんのモノマネを披露しうるさいなぁと返しました。一話に一回くらいうるさいなぁって言っていた気がする。ありがとうね、と笑顔でコメントしました。さらに、高橋は春日俊明さんのギャグ、デュースも披露し会場を沸かせました。新アルバム、ピースのタイトルについて、 高橋は、二人、というのは避けて通れないし、二人で、ちゃんと地に足をつけて立っていくぞという意味も込めています。誰もが経験したことのある言葉で、馴染みもあるので、皆さんに届くと思います。とピースサインしながら説明しました。楽しい、幸せ平和など様々な意味も含まれています。それに、僕たちもお互いにとって欠かせないパズルのピースなんです。 と微笑みました。キング・アンド・クネス二人体制への流れ。逆三角昨年11月4日、平野さん、岸さん、神宮寺さんが5月22日をもって脱退することが発表される。逆三角道12月31日、5人体制で最後の紅白歌合戦に出演。 逆三角今年2月22日、5人体制ラストのシングル、Life Goes On h i l l r y o u n g が発売。逆三角同4月19日、初のベストアルバム、Mr.Go が発売。逆三角同5月20日、初の冠番組である日本テレビ系、King&Prince が特番をもって終了。逆三角二22日、平野さん。 死産、神宮寺さんが脱退し、長瀬さんと高橋さんの二人体制がスタートする。逆三角同23日、長瀬さんと高橋さんが SNS で生配信し、シングルリリースなどの再始動を発表。逆三角6月5日、TBSK、CDDV ライブ、ライブ、で二人体制発のパフォーマンスを披露。 逆三角通り十1日、二人体制発のシンブル、何者、が発売。逆三角7月1日、日本テレビ系新番組、キントレ、がスタートしました。以上が、キングプリンスへの長瀬廉さんと、高橋海人さんの二人体制発のイベント、キングプリンスと打ち合わせ、の概要です。彼らの熱いパフォーマンスとファンとの交流は、 三万人の観客を魅了しました。新たなスタートを切った彼らは、二人体制発のアルバム、ピースのリリースや全国ツアーも控えており、さらなる成功を目指しています。ファンに寄り添いながら、長瀬さんと高橋さんはキングプリンスをというグループの歴史を大切にしながら活動していくと誓っています。